後には引けねえ。三成。ラブジュが死んだ途端にこの状態。予想はしたが、我らが救われば三成は終わりだ。早く三成との見つけなくては。とにかく、すべての屋敷を戦争。 追いついちゃうないのかい。もともと誰のために戦うわけでもねえが、生きるだけ生き、死ぬべくして死ぬだけさ。三成と清正、二人とも豊臣が大事なのは同じ。現実的な清正に比べ三成は清廉な面相かなんだ。お互い意地を張ってこのありさまってかい。 敵将を討ち取った。見事だ、お前がいてくれてよかった。ここで果てるわけにはまいらない。 屋敷にはいねえか。開門。 金継ぎに借りを返しに来たのかい。一応は無事だ。刑事とて金継ぎへの義理立てで来たのではないのか。俺はちょっとは逃げてね。秀吉のガキどもに無性に腹が立っちまったのよ。天下のため三成を除く。邪魔するなら葬るまで。好きの嫌いだのの喧嘩に天下を持ち出すたが。 朝飯前よ。
知らぬバカどもめが開門。この程度で燃え尽きはしない。行くぞ。豊臣の世の者。 マゾノリたちの馬鹿さが付き合いっきりここで家康を討て。豊臣を救えるな。進め。気に入らないで。どうしようもねえガキどもだ。俺たちが味方同士で戦うのはこれが最高だね。 戦後こういう時は敵味方に悲しむものだね。辛い時こそ笑うのさ。三つ丸家康の隊列は俺らの危険に察している。豊臣の家の害を殺すこれは絶好の機会なんだ。 この屋敷にはいないらしいね。この屋敷にはいないか。 これはモノノフの意地。お見事。この喧嘩もっと楽しもうぜ。 死んだ方が、皇太郎なんじゃねえかい。わしは、秀吉殿に豊臣家の工事を託された。まして三つ丸殿に助けを求められては無視できぬ。ははは、三つ丸はとんだ不足にでたもんだね。闇討ちみたいな喧嘩で、豊臣は潰す機会。豊臣は俺の家だ。様に何だろうな。 三成を葬り、来るべき家康と三成の戦を未然に防ぐ。開門。石田三成を発見したぞ。かかれ。見つけちまったら仕方ねえ。覚悟しやがれ。進め。
徳川が騒ぐだろうが俺が腹切って言葉を抑える。切腹役は俺に譲れ。俺は豊臣家に必要だろうが。感謝する。 何ができるんだい。もう手を出るんだよ。天下褒めんだ。これはもののくの意志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 。
敵もやけに張り切ってんな。
今こそ披露戦。やれ、野郎に助けられるとはね。あとは家康が丸く収めてくれるだろうが、事件に関わった奴らは家康に貸しを作っちまうね。構わん、今は家康に慢心させておけばいい。家康の野心が明らかになれば、むしろ好都合だ。天下御免の大歌舞伎見知ったか。